新潟砂丘を貫いて日本海へ注ぐ新川。新川元橋から下流方向を望む新川にかかる西川の水路橋、地図新川は新潟県新潟市を流れる人口の川。同じく新潟市を流れる西川と立体交差をすることで知られる。越後平野を流れる品濃川は昔からたびたび洪水を起こす暴れ川として恐れられてきた。 またその支流である西川は水位が周囲の土地よりも高い天井側であった。当時この一帯には多くの方が点在したが、特に三方と称された鎧方、田形、大型の近辺は標高が低かったため、一び洪水が発生すると流れ込んだ水がなかなか引くことがなく農民を苦しめてきた。このため三型地方の農民は原文2年、 西川と交差した放水路を掘削し、丸水を日本海へ放出する計画を幕府に請願したが、教法16年にはやはり放水路として作られた、松ヶ崎掘割が決壊して阿賀野川の本流になるという事故が起きており、信濃川と新潟港の水量の減少を恐れた、新潟町民の猛反対に遭い、計画は却下された。しかし中野小屋村の省屋、 伊藤五郎左衛門らの尽力により、新川の河口を漁港にしないという条件で、文化十四年に幕府の許可を得て、翌十五年二月に着工した。計画は、西川の川底に底土と呼ばれる木製の筒を埋設し、人埋トンネルを作って、西川と交差させ、内野村の金倉坂崎を掘り割って、五ヶ梨浜へ放出させるという難工事であった。工事はまず、 西川を、この地形に迂回させ、露出させた川底を掘って底土を埋設し、埋め戻すという手順で行われ、文政3年に1月に完成した。新川開通後は、周辺の型の多くが干上がり、17もの新田村が誕生した。底土はその後も数度の改修を経ている。中でも、1896年に発生した、信濃川の堤防結壊を契機として、 1909年から1913年にかけて新潟県によって底土井の大改修が行われた。これによってレンガや加工岩を用いたアーチ型の水路トンネルに改められた。第二次世界大戦後、水田整備が進み農業排水が増える一方で、新川安港内に堆積した土砂が流水を妨げる状況となってきたことから、1954年に、 農林省の直轄事業として、下を通る新川の新川暗号の撤去と、上を通る西川の水路橋の新設が行われることとなった。西川水路橋は1955年に完成した。ありがとうございます。